ウィキペディアモバイルサイトとは、ウィキメディア財団が公式に運営する携帯機器で、ウィキペディアを閲覧、執筆するためのウェブサイトである。ウィキペディアモバイルの URL は https コロンスラッシュスラッシュ、言語名、m.wikipedia.org スラッシュである。ウィキペディアは2004年頃からワップを通して、携帯機器からアクセスされていた。 公式のモバイル対応は2000年代末から始まり、2008年12月15日に14、言語版ウィキペディアを対象に試験的なモバイルサイトが立ち上げられた。約6ヶ月の公開テスト期間を経て2009年6月30日に、Android、iPhone、Amazon、Kindle、Parm、p l a y での記事閲覧に対応した、英語版、ドイツ語版、Wikipedia の正式な Wikipedia モバイルが立ち上げられた。 その後、他国語版ウィキペディアが順次ウィキペディアモバイルに対応した。ウィキペディアモバイルは2013年5月にジオタキング記事との連携、2013年7月に記事の執筆、編集、画像のアップロードを可能にするなど機能を拡張している。ウィキペディアモバイルの URL は全言語版ウィキペディアで共通して本家、 ウィキペディアのページの URL の言語コード2文字の後ろに、M を追加した https コロンスラッシュスラッシュラング、m.wikipedia.org スラッシュである。例えば、日本語版、wikipedia ホームページは以下となる。記事の下に表示される関連ページ Wikipedia モバイルは、モバイル端末に適した Wikipedia 閲覧、執筆機能を持っている。 ウェブサイトのレイアウトはモバイルに最適化した表示とし、ウェブページは主題に関する情報のみをシンプルなレイアウトで表示する。デスクトップサイトにあるようなサイドメニューやヘッダーフッターの就職情報はなく、ヘッダーに検索ボックス、フッターにライセンス情報を最低限に配置する。メインページは、周逸な記事、今日は何の日、今日の1枚などを表示する。記事は、 記事本文を主に表示し、インフォボックス、目次は表示位置を変更している。記事は節ごとに折りたたみ表示をすることができる。記事のナビゲーションテンプレートやカテゴリは表示されない。記事の下に関連ページが自動的に表示される。新規の記事執筆、既存記事の編集、Wikimedia Commons への画像のアップロードが可能である。既存記事の編集は節単位で、 のみの編集を可能とし、デスクトップサイトと異なり導入部のみを対象とした編集もできる。記事全体の編集をする場合は、デスクトップ表示に切り替えて記事編集を実施する。デスクトップサイトから、モバイルサイトへは、フッターのモバイルビューリンクから、モバイルサイトから、デスクトップサイトへは、フッターのデスクトップリンクから移動することができる。 携帯機器の GPS 等の位置情報取得機能と Web ブ,ブラウザが連携可能な場合、利用者の位置情報からフォーサックウェアや Facebook が提供するような読者の近くの博物館、歴史建造物、公園などに関する記事を紹介する特別ページが利用可能である。Wikipedia モバイルにはベータ版があり、個人設定でベータ機能を有効にすることで、 試験的に導入されている機能を利用することができる。デスクトップサイトのベータ版とは独立しており、設定の有効、無効、利用可能な機能も異なる。Wikipedia モバイルの機能は、ヘルプ、携帯端末でのアクセスで解説されている。ありがとうございます。